いらっしゃると思いますので、ここで皆さんに顔と名前をしっかり覚えていただくべく自己紹介させていただきます。まずはリーダー、デミデミデミ、北陸アイドル部のワークマガール、高校2年生16歳の三井凛花です。私のことはリンタンって呼ぶのな。せーの、リンタン。一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、夢はシンガーソングライター、高校3年生17歳の有松くるみです。はい、入ってきた瞬間からこんなにたくさんの方がね、もう座ったり立ったりして私たちのことを見てくれてるので、はい、はい、嬉しいでちょっと泣きそうになったんですけど、はい、あの前くるみここで有松って叫んでもらったんで、今日も皆さんに叫んでもらってもいいですか？しくじってずっとあなたのせいだよ。おとけおとけ。
モニーに収録されているゴールデンスマイルという曲です。この曲のミュージックビデオが YouTube で公開されていますので、うん、まだ見たことないよっていう人も、もう見たよっていう人も、もう一回ぜひご覧ください。はい、元気とか勇気とか欲しい時にこの曲を聴いて前向きな気持ちになっていただけたらなと思います。はい、皆さんの心にキラキラの笑顔が咲きますように。それでは聴いてください。ゴールデンスマイル。
私たちね、北陸アイドル部、はい、今ゴールデンスマイルっていう曲を披露させていただいたんですけれども、はい、今聴いていただいた方のね、あのチェックしたんですよ。何？あのツイッターとかね、うん、はい、歌詞がいいとか、うん、あの曲いいねとか、うん、ね。何結構そのなんかこの評判がね、よくてですね、はい、FM 石川さんの方で4月のパワープレイとしてもう毎日のように流していただいたぐらい、このゴールデンスマイル、まあ、皆さんにとってもね、こう素敵な一曲になってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、この曲が収録されたサードシングル「シンフォニー」が3月の20日にロスでに発売されております、うん、そのね、シンフォニーの発売リリースライブを以前ね、はい、小野津高菜さんで行わせていただきまして、うん、目標として70枚ね、振りたかったみんなに、ね、買っていただこう、はい、聞いていただこうと思って目標にしてたんですけれども、うん、残念ながら達成できなかったんですよ、はいはい、なので今日は北陸アイドルサードシングルシンフォニーをですね、70枚皆さんに届けたいと思います。イエーイ、はい、ありがとうございます。シンフォニー1枚ご購入いただきましたら特典券1枚ついてきます、はい、その特典会は私たちの北陸アイドル部と一緒に集合写真を撮れるよっていう、はい、あの買っていただいた方も入ってもいいですし、うん、まあ、入らなくても集合写真だけでもいいですって、どっちでもいいんですけど、まあ、なんといっても新メンバーのマオニャンね、はい、ヤンヤンマオニャンが入っての集合写真は初めてでございます。はい、かわいいです。はい、そうなんですが、マオニャンを含めての集合写真は初めてなので、あの、まあ、令和初の素敵なショット、素敵な1枚になるんではございませんでしょうか。シンフォニー1枚につき特典券1枚ついてきます。ライブ後の特典会、皆さんぜひお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー。じゃあ次の曲いっちゃおうぜ。はい、次の曲もそのサード CD に収録されている曲なんですけど、はい、この5月生活に新しく年号が変わったということで、うん、令和ですね、令和が変わったということで、これからの皆さんの未来もシャイニングするように願いを込めて歌いたいと思います。はい、それでは聴いてください。シャイニング。
ましたよ。さあ、さて続いては、はい、なんと北福のガーデンインストアツアー初日スペシャル企画。新メンバーの山崎真央ちゃんが加入してくれたので、はい、新メンバーの真央ちゃんスペシャル企画を行いたいと思います。そうですね、まあ、真央ちゃんまず自己紹介をお願いします。中学3年生14歳の天然サンファーガール、真央にゃんこと山崎真央です。よろしくお願いします。から見たらマオニアはどんな感じですか、せいちゃん。ですね、本当にあの自己紹介の通り、うん、あの天然でふわふわで本当にあの宙に浮いているかのような。宙に浮いているかのような。ね、ね、違う。マオニアニャンニャンってこと、猫ちゃん好きなのマオニア。ね、いや犬の方が。あ、犬。じゃあなんかやめようよ。いやなんか天然やで、その辺が天然。そうね。肉から見たマオちゃんは？もういつもなんかニコニコニコって感じなんで、うん、なんかアイドル部の笑顔を作る存在。素晴らしい、素晴らしい。そんな人材が入ってくれたんですけど、はい、マオちゃん北陸アイドル部慣れた？慣れた。慣れた。おお。すごい。どんな感じ？北陸アイドル部。めっちゃなんかあの、うん、緊張してたんですけど、はい、なんか喋りかけて。いただいて、とても嬉しくて、ちょっとラブって感じ。ラブ、まおちゃんはラブって感じ。昨日もなんか制限金沢の私たちマスコットガールしてて、初めてまおちゃん制限のステージ立ったんですよ。そうなんです。すごい可愛かったよね。本当にあのなんか本番前になんか急に私の横に来て、うんうん、あのドキドキするんで抱きついてもいいですか？可愛い。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 もう結構なじんで楽しんでるまおちゃんが今からですね、くじを引きます。このカンカンの中にですね、〇〇委員会って入ったくじがありまして、そのまおちゃんに引いてもらって、〇〇委員にふさわしいメンバーをこの中から選んでもらうという企画です。まあ、どんな委員が入っているかお楽しみということで、早速じゃあ引いてもらいましょうか。お願いします。お願いします。楽しみですね。ガガ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 、行きました。さあ、の帰宅委員、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 帰宅委員。なんか、よからん、なんか帰宅部ってことじゃない？あ、帰宅部ってことですね。あ、そういうこと。じゃあ、こんな人の帰宅委員選ばれたくないな。はい、私は、あちゃっさん。あの森に帰りそうだ。クマさん。なるほど。まあ、アチャス森好きやもんね。クマになりたい。クマになりたい。アチャスは森に帰ってきたから。すごいね、マオニャ。1ヶ月も経ってないのにね。そんなことにも気してます。すごい。アチャスじゃあ帰宅委員で OK。はい。じゃあ帰ります。じゃあアチャスの送り返されるの帰宅委員になりました。イエーイ。じゃあ次行きましょう。はい。じゃーん、せーの、の生徒会長。おお、生徒会長、誰やろ。なんか後ろで手挙げてるよ。もーちゃんなりよりよ、もーにゃんなりの、リアムさん。やらせたな、やらせた、やらせた、やらせた。あ、まおちゃんでも見えてなかったらしい。あ、そうなんや。見えてないんやって、見えてない。天使だ。まおには理由をお願いします。え、すごい優しくて、みんなの気持ち分かってくれて、私になんか相談とかしてほしいとき、なんか乗るから、いつでも LINE してねとか言ってくれて、とても優しくて、絶対にこれ、学校だったら、絶対生徒会長。
全員が正解かな。まあ人それぞれですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃん、じゃん、なんだ、ご、きゅう、え、飼育員、飼育員、物語よ。はい、はい、わかりました。ペットセイちゃん。カメさん、飼っています。それだけ？それだけ。ちゃん飼育員やったらどんなことしてくれそう？頭なでなでして。あ、する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 。してあげて。にゃんにゃん。え、これ頭。いや。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。せいちゃん飼育員なれる？え、餌はあげます。餌は。あと掃除も頑張ります。はい、せいちゃん亀何年か飼っとるの？北陸アイドル部に入ってからなんで。あ、そうだ、じゃあもう3年くらい。そう、もうちょっとで亀3歳。3歳。そう、私たちと一緒に成長してる亀。すごい。亀ちゃん一匹け。はい、一匹です。名前は酢飯です。酢飯ちゃん。はい。めっちゃ可愛い。亀飼ってる人。はい。色もらんね。ああ。後ほどじゃあ交流してください。もう一回引きたい？引きます。じゃあ最後にしようか。はい。せーの。じゃ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 じくるみさんです。やっぱりね、くるみちゃん理由は前も言ったんですけど言ったんですけど、そのツイッターで早くご飯食べたくてピラーってなんか配ってるやつを見て、コメントで早く配ってくれそうです。なんか例えばまおちゃんと最近話したんだけど、まおちゃんは給食委員会になんか給食当番2週で交代、2組に分かれて交代するらしいけど、はい、遅い人にイライラするらしい。お腹すくんです。早く盛り付けてよっていう。そうそれがくるみだったら早く配ってくれるから。そういうことで、くるみはもう自分も早く食べたいからっていう。そうそうそう、食べるの大好きやもんね。それじゃあ自分のだけ多くしたらダメだよ。してないですよ。大丈夫。あまりね、はい、ニッカから見てもくるみは給食員すぐくるみやと思いました。なんでなんで、だって、なんだっけ、そうやって、だからくるみやと思ってくる。なになになに、まあ、くるみね、ペコちゃんとか好きだね。一口ちょうだいって言います。ああ、言うね言うね。一口ちょうだいが口癖みたいなね。口癖みたいなね。絶対言ってきますもんね。食べたくなるもん。いいよ。うん。まあそんな一口分けはあーもよくし合う北陸アイドル部、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、北陸アイドル部、まおちゃんから見た北陸アイドル部は皆さん知れたかなと思います。はい、はい、以上でスペシャル企画終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。シャッターチャンスです。そうですね。はい、曲名の通り、写真撮る瞬間がいっぱいあるので、皆さんカメラでたくさん撮ってください。はい、お願いします。で、コンマ1秒も私たちを見逃さないでください。それでは聴いてください。シャッターチャンス。
歌いたいと思います。はい、私はですね、神奈川マラソン去年と一昨年2年連続 42.195 キロ完走してまして、ねえ、すごい、まあ、めちゃくちゃいいんですけど、なんか完走してから痩せたとか、なんか顔ちっちゃくなったって言われるようになって、でも全然食事制限とかしなくてもなんか体型維持ができるようになりました。だからちょっとお腹の肉気にしてる皆さんとか、あの痩せたいなとか、誰に言ったらめっちゃシーンって感じで、大丈夫、健康的になりたいなみたいな方いらっしゃったら本当に走った方がいいですよ。今日はね、神奈川マラソンエントリーしてねと、で今ですね、神奈川マラソン5年目の、マラソンランナー募集中ですので、抽選めちゃめちゃ倍率高いので当たるかは分からないんですけど、ちょっとでも走ようかなみたいな方がいらっしゃったらぜひ応募してください。詳しくは神奈川マラソンでポチッと検索をお願いします。私たち北陸アイドル部も絶対応援するのでお願いします。お願いします。みんなでピースするところがあるので、はい、皆さん一緒にやってくださいね。はい、はい、それでは神奈川マラソンの公式応援ソングで風になれ。走り抜け走り抜け出ない夢も最高な笑顔のここで生まれ風になれ。Yeah, yeah, yeah.
サッカーチーム制限金沢の公式応援マスコットが、公式マスコットがしています。はい、はいはいはい、昨日も試合で、ね、はい、次は5月12日、アウェーで FC 岐阜と対戦します、はい、勝利できるようにここからガンガン応援しましょう。行くぞ。あー、制限のテーマ、おります。はい、場所はダブル金沢で14時間
定しています。なんとですね、そのチケットがここツタヤ、チケットがね、ツタヤ金沢店さんでご購入できます。イエーイ。今月は5月26日日曜日でございます。目白押しのとっておきの今月の企画は、はい、生誕祭です。イエーイ。ちーちゃんの3人が5月生まれなので、はい、その3人のどんな生誕企画が待っているでしょうか、はい、そちら北陸アイドルの天候でご覧いただきますので、ぜひ特典会でもね、うん、あのシンフォニーと一緒に天候のチケットも販売させていただきますので、はい、このままライブが終わったらもう帰らないでください。そのままでお待ちください。よろしくお願いします。じゃあくるみちゃん、次の曲よろしくね。はい、時間はあっという間で、次で最後になります。まだ聞きたいですよね。はい、ありがとうございます。次で最後の曲になるんですけど、皆さんテンション上げていけますか。
も入って、まおちゃんも入って、メンバーの入れ替わりもございましたが、私たち国技館エネルギー、一致団結してやっていきたいと思いますので、2人、2人ごめんね、一致団結、ごめんね、打ち合わせしてなかったね、一致団結してやっていきたいと思いますので、これからも国技館エネルギーのことは皆さん、よろしくお願いします。